こんにちは、高齢者体操 TV。 今回はですね、バランストレーニングをやっていきたいと思います。今日はですね、本当に効果がある片足立ちというのをですね、やっていきたいと思います。これが本当に効果があるかっていうと、効果は本当にあります。はい、で、今までですね、片足立ちのトレーニングと言いますと、ちょっとこう例えばですね、腰幅に足を広げて、こんな感じでこう体重移動しましょうねとか、はい、こういうのをですね、いろんなところで、やってました。はい、でここからですね、例えばこう足を離してっていうふうな声でですね、バランスを取る、そんなトレーニングをですね、この高齢者体操 TV でもやってたんですけれども、これをですね、実際に歩行につなげていくというのをですね、考えていきたいと思います。で我々歩いている時はですね、実は、はい、股関節ですね、外転位、内転位という、ね、位置を言うとですね、どちらかというと、外転よりは少し内転気味に使っています。はい、なので今までやっていたようなこういったバランスはですね、股関節の外転という動きをした状態でバランスをとっています。なので歩行には直接的につながりにくかったりします。なのでちょっとですね、今回の方法としては足を一旦クロスします。はい、でそれから、足を上げていきます。こんな具合でバランスをとります。こうすることによって、歩行に近い足の使い方でバランスが取れるという、こういったバランストレーニングになります。で最初はですね、やっぱり怖いと思いますので、何かに捕まりながらですね、足を揃えて上げていただくというところからスタートしてみてください。慣れてきましたら、軸足側に壁や、こういった机などをですね、置いていただいて、それから足を揃えてグッと上がる、こんな具合で、徐々にですね、レベルを上げていっていただければと思います。でこれをですね、数回繰り返した後に歩行していただくと、しっかりと足が乗っている時間が長く取れます。どうしてもですね、ご高齢の方ですとバランスが取れないんで、足を次々と早くずらしてしまうというですね、そういった現象が起きてきますが、この体重がしっかりと乗るですね、練習をしていただくことで、歩幅がしっかり広がってきたり、片足立ちの時間をですね、十分に取ることができますので、ぜひお試しいただければと思います。こんな形でですね、どういった形で、トレーニングがですね、何にどんな動きにつながるかというのはですね、バラバラなんですけれども、うまくですね、焦点を合わせて、このトレーニングはこういうことに効果があるんですよというのをですね、こちらの動画でですね、ご紹介していきたいと思いますので、これからもですね、ぜひご視聴いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。